こんにちは。股関節専門チャンネル、ヒップチューバー、タイムです。本日もよろしくお願いいたします。股関節の真実についてお送りしております。今日はですね、タイトルにもありましたが、炎上覚悟で一本取っていきたいと思います。まあ炎上ってことはですね、ちょっと何かを否定するわけですよね。で、今回私の否定の対象となってしまったのは、駅前フィットネス。女性のための30分フィットネス。的なところです。もうね、有名で皆さんね、ご存知だと思います。もうこれ言っただけでどこのこと言ってるのかなってわかんじゃないかなと思いますけど、変形性股関節症で痛みがある方は、ここのフィットネスジムに行ってはいけません。なぜなら、痛みが増してしまうから、治らないからです。ですか？まあ私の動画でね、今まで散々筋トレダメですよって話してきましたけども、まあフィットネスジムは筋トレやるんですよね、やっぱりね。で、まあもちろんそこからしてもうダメなんですけど、そこの30分女性のためのフィットネスジムはもっと良くないなと思っていて、普通のジムよりも悪いなと思ってるんですよ。これ何が悪いかっていうと、サーキットトレーニングっていうのをやってるんですよ。サーキットトレーニングって何かっていうと、マシーンが並んでいて、サーキット、円のように並んでいて、それを、インストラクターの方が時間を計りながら、はい、スタートで、みんなでそれぞれの機械のところで始めていくんですよね。で、時間だったら、はい、終わって交代ですって言って、その機械どいて、また次の機械に行くんですよ。で、はい、またスタート、準備できたらスタート、みたいに一斉にやっていくんですね。これね、健康な人はいいんですよ。本当に痛みないし、別に股関節なんともない人はいいんですよ。じゃなくて股関節痛みがある方っていうのはもうね、自分のペースが守れないっていうのが体にとってすごい負担が大きいんですよ。これは普通に歩いてる時だってそう。自分のマイペースなら痛くないけど、じゃあ友達と一緒に買い物しますって言って友達のペースに合わせる、家族と一緒に歩いてて家族のペースに合わせるっていうと急に痛みが出やすい、痛みが強くなりやすいんですね。それぐらいマイペースを守るっていうのがすごく大事なんですね。で、これはそのジムでも一緒なんですよ。自分のペースで運動ができないって、急かされるわけですよね。皆さん痛いから、じゃあ機械からマシンから降りたり乗ったりっていうだけでも他の方よりも時間がかかるんですよ。でもやはり皆さんね、迷惑かけたくないからと思って一生懸命早く降りなきゃ、早くセッティングしなきゃってやっていくんですよ。それが股関節に負担がかかってるんです。だからサーキットトレーニングっていうのは股関節症の方にはダメなんです。向いてないんですよ。ね。まあ、マシンがあってすぐマシンじゃなくて、マシンがあって間にこう、ストレッチとかね、別のマシン以外のものがあってまたマシンっていう感じでのサーキットトレーニングなんですけど、それでもやっぱりね、良くないですね。自分のペースが守れない。で、あとはですね、やっぱりそこの30分フィットネスにいるインストラクターの質が悪い。まあ、いろんなね、駅前、ほとんどの駅前に行って、1店舗ずつ構えてるんじゃないかなってぐらいありますけど、本当にちゃんとしたインストラクターって、その中で、まあ、店長クラスの一人だけなんですよ。他の人って、そのフィットネスジムに通ってた常連さんが勧誘を受けて、あるいは自分からやりたいですって言って、インストラクターになるんです。でもそのインストラクターになるのも、わずか数日の研修だけで慣れちゃうんですよ。本当に知識がない状態でインストラクターと名乗っていることが問題です。危険が多い。はっきり言って、危ないと思っています。これは股関節症じゃない方にとっても危ないことだと僕は思っています。もっとね、しっかりと勉強した方に指導してもらわないといけないと思うし、あとね、まあ、これはもう、なんすかね、個人的なところになっちゃうんですけど、あそこのジム、お客さんのことを下の名前で呼ぶんですよね。なんだな、じゃあ、田山陽子さんがいたとしたら、陽子さん、陽子さんって言うんですよ。なんかもうね、違和感しかないですよね。いきなり初対面から陽子さんって言われてもどうなのみたいな。そんな仲だっけ、そんな仲良しでしたっけみたいな。ちょっとね、ここ僕引っかかるんですよ。なんかその、接客もね、完全な個人的な愚痴なんですけど、別に僕ね、女性じゃないから いけないですけど、そこのジムにね。なんかね、しっくり来ないですね。ほんとそういうのも、なんか僕は嫌だし。あとは、プロテインです。結構プロテインをね、勧めてくるらしいんですよ。
しつこく。ねえ、もういらないって言ってんのにしつこくその進める営業、なんかノルマがあるのかどうか知りませんけど、そういったのもね、やっぱりお客さんにいい思いはさせないと思うんですよね。そういった営業もするし、例えばちょっとね、あれ何々さん来なくなったまで間が空いたらね、また電話かかってくるんですよね。ねえ、陽子さん最近姿が見えないですけどどうしましたかみたいな。もうそういうのね、追わなくていいんじゃないかなと思うんですよね。もうほんとちょっと僕はそういうシステムもやり方もあまり好きじゃありません。ということで、まあそんなこんなね、個人的な愚痴はあるにしても、もう前半で話したことが全てですよ。サーキットトレーニングは股関節症の方には向いてない。だから、もう健康な人はいいんですよ。健康な人はもうほんと、ロコモ予防にでも行ったらいいと思いますよ。でも股関節症で痛みがある方は行ってはいけないです。これは本当に、股関節の痛みを強くするばかりいいことはありません。ということをですね、今回は訴えたくてちょっと炎上覚悟で話させていただきました。皆さんが嫌な気持ちになってなければいいですけど、ズバッと話させてもらいました。はい。ではここから実技練習行っていきましょう。前回大腿筋膜張筋のストレッチっていうのを縦膝でやったんですけど、今日は立ってやっていきたいと思います。で、今日の動画から見てくださってる方もいると思うので、前回と同じ絵を使って、まずは大腿筋膜張筋の場所を説明していきたいと思います。このような感じ。こちら前から描いた絵、股関節ね。これ横から描いた股関節なんですけども、まあここバツで描いたところが同じところ、大天使というところになります。後で場所は自分私の体で説明していきます。で、ここの丸、ここの丸が上前腸骨骨という骨盤の一番前側に出っ張った骨を指しているんですけども、大腿筋膜張筋がこの上前腸骨骨から大天使に向かって通ってるんですね。前から見ると、こんな感じ。見えますか？こんな感じで。横から見ると、こんな感じ。になってますね。太さはですね、太さの幅ですね。幅は女性で指2本分。男性だと指3本分ぐらいの幅がある筋肉になりますが、まあ、筋肉としては、腰骨から大天使までなので、そんなに長くない。10センチ、15センチぐらい。まあ、10センチってことはないですね。15センチぐらいですかね。の長さの筋肉になりますが、この筋肉は我探していることがありますので、そのストレッチの方法を、教えていきますんでね。大腿筋膜張筋の方を私の体を使って説明していきます。まず前のライをした時に、ここに前に出っ張った腰骨が見つかると思います。ここにあります。これが上前腸骨棘という前に出っ張った腰骨。そして、ここ、横の、ところにポコッと出っ張ってる骨があります。これが大天使。この出っ張った骨と出っ張った骨を結んだところに、大腿筋膜張筋があります。ちょうどポケットの入り口があたりになるかと思います。はい。で、ここの筋肉を伸ばしていきますね。ちょっと足反対になりますが、こちらの足の筋肉、大腿筋膜張筋を伸ばしたいと思います。で、伸ばしたい足のつま先を内側にひねります。で、反対の足を、こちらの伸ばしたい足をまたぐように越えるように前に一歩出します。で、この状態で、これだけちょっとかなり股関節ねじってますんで、痛みの出てしまう方は痛みが出ない範囲でねじってみてください。で、調整しても痛みがちょっと出ちゃうなって方は今日の運動はやめておいてください。で、この姿勢が取れたら壁に手をついて、このように伸ばしていきます。ここですね。ここに大腿筋膜張筋がありますから、ここに腰を乗せていく感じです。腰をね、こう、こちらの方向にねじった方がよりストレッチがかかっていきますね。この状態で30秒止めます。ここにストレッチ、大腿筋膜張筋の場所にストレッチがかかってるなーという感じながら30秒経ったら戻して、1回15秒間休憩しましょう。で、15秒休憩したらもう1回ぐーっと伸ばしていきます。こんな感じで3セットやっていただきたいと思います。
はい、基本的に私の方は筋トレは、おすすめしておりません。特にマシントレーニングなんていうのは、人間の体とは合った動きをしていないということがありますので、マシントレーニングはさらにおすすめをしておりません。ですので、股関節を治すために、マシンの筋トレをしにジムに通う必要はないと思っております。ご自宅で、筋肉をほぐして十分、むしろその方が痛みは取れやすいと考えております。ぜひやってみてください。では皆さん、お大事にしてください。